東京都内で最も感染者が多い世田谷区では、来週行う予定だった区立の小中学校の入学式などを延期しました。世田谷区では、これまでに73人の感染が確認されていることを受けて、来週行われる予定だった区立の小中学校の入学式と始業式の延期を決めました。区によりますと、当初、来月1日まで、 学年や時間で分けて生徒を登校させることを決めていましたが、これを中止し、来月7日から授業の再開を目指すとしています。一方、千葉市では、昨日感染が判明した3人のうち1人がクラスター化しやすい場所に出入りしていたことがわかり、市内での感染リスクを判断するために、私立学校の春休みをおよそ1週間延期することを決めました。